どうもガリレオ・ガリレイというバンドのコピーをしてます、ガリレオ・ガリレイです。お願いします。3バンド目ということで1年生の皆さん、まだまだ前半戦ですが、ありがとうございます。見てくれて別に何もないやそんだけないけどメンバー紹介をじゃあちょっとそうなんですね。キーボードは2年生の美穂ちゃんです。でベースは今部長をしている竜王竜ちゃんです。竜王で、ドラムが3年生の、台勢台平ですね。台平で、こっちのギターが、今5年生の、元部長の鬼塚です。鬼塚です。鬼塚です。早野です。で、僕が、部長の、藤本蓮です。お願いします。人がいっぱいですね。もうね、気づいたら、はい、ごめん惜しい仲間外れにしたんじゃないかそこにいるのが元部長です、はい、名前だけで覚えて帰ってください。じゃあ、ちょっとまあ3曲ちょっとゆったりめの長いのが3曲続くんで、まあまあなんかゆらゆら入れながら聴いてくれたらなと思います。じゃあ星を落とすという曲を。
先生、楽しんでますか？まだ、まだ、まだ、そうですね。もう今から、そう、時間もあるし、もう最後の方とか多分めっちゃ楽しいと思うんで、楽しみにしといてください。今も楽しいですよね。もっと楽しくなる。盛り上がっていきましょう。って言ってまた静かな曲をするんですけどちょっと盛り上がる曲じゃない。そういうバンドなんで、そういう静かな盛り上がるバンドもあるんですけど、軽音部は静かに聴かせるバンドもあって、とてもいいバランスがね、いいですね、はい、疲れちゃうからね、ずっとやってると。今回は9バンドということで、割とね、ソフトな感じの、ね、バンド数なんですけど、本当はなんかね、いつももっとたくさんバンドがあって、いろんな人が出て、本当はね、もっとこの部員なんか何倍もいるんですよ。もうすごいいて。なんで、まあ、その時に一緒に今のいる1年生もいてくれたらいいなと思います。お願いします。待ってます。まだいいですかね。よっしゃ、じゃあ、最後の曲です。青い潮流という曲をします。お願いします。Thank you.
違うから。